川島栄治は、埼玉県与野市出身のプロサッカー選手。リーグアン r c ストラスブール所属。日本代表、ポジションはゴールキーパー。少年時代は、地元の与野八幡サッカースポーツ少年団で競う、学ぶ。当時からゴールキーパー志望で、セルフィオゴイコチアに憧れを抱いていた。与野西中学校時代に、本格的にキーパーのポジションを始めた。 埼玉県選抜に選ばれ、ドイツとオランダへ遠征を行った経験がある。その後埼玉県立浦和東高等学校へ進学し、3年の間に選手権、国体、高校総体と高校サッカー3大全国大会すべてに出場した。学生時代の成績は優秀で、周囲からは大学進学を進められていたが、プロでやっていくことを決断。しかし、地元、 浦和レッズのセレクションは不合格となる。その後もう一つの地元クラブである大宮アルディーザへの加入が決定。川島の獲得を決めたのは当時大宮で強化部長の職にあった佐々木のリオである。大宮加入後イタリアセリエのパルマへ留学。当時 GK コーチを務めていたエルメス・フルゴーニの指導を受け若手選手たちが出場するビニョーラトーナメントに参加。 チームは優勝を果たし、川島自身はベストゴールキーパーに選出された。一方、トップチームではルーキーイヤーの2001年は白井厚が守護神を務めており、出場機会はなく、白井引退後の2002年に公式戦デビューを飾るものの安藤聡康、荒谷広樹に次ぐ3番手の位置づけであったが、入団3年目の2003年になると、 政治系の座を確保した。大宮と後日のワールドユースでの活躍もあって、オファーが殺到。2004年に複数舞い込んだ遺跡話の中から、あえて当時日本代表で活躍していた、奈良崎聖豪が在籍する、名古屋グランパス8へ遺跡。しかし当時が、円熟期にあった、奈良崎の画像は固く、公式戦では控えに甘んじる日々が続き、結果的に、 アテネオリンピックの代表メンバーからは外れた。移籍後はカップ戦など出場機会が限られていたが2006年にセフフェルホー戦新監督の元新たなスタートを切った名古屋において2005年シーズン終盤に負傷した奈良崎に代わって先発出場。奈良崎が復帰した後も熾烈なレギュラー争いを続けた。このシーズンは結果的にリーグ戦10試合。 J リーグカップ4試合に出場。ただ、奈良崎から、政治系の座は奪えなかった。2006年のシーズン終了後、2007年シーズンに、クラブ初の AFC チャンピオンズリーグ出場を、控えている川崎フロンターレから獲得のラブコールを受け、当時の川崎のクラブ史上最高額となる1億5000万円の遺跡金で完全遺跡。 藍沢隆也や高卒2年目の杉山力博を抑え、開幕から政治意系として全試合フル出場を達成した。その後、2008年になると藍沢がセレッソ大阪に期限付き移籍し、入れ替わりで吉原信也が東京ベルギ九1969から復帰したものの、2年連続全試合フル出場を達成した。2009年も3年連続全試合出場を果たし、 2010年に移籍するまで112試合連続出場を続けた。2011年2010年7月7日、ベルギージュピラーリングに昇格したばかりのリールセス経営2年契約で完全移籍した。12月には彩りの国スポーツ功労賞を受賞。リールセでは開幕戦から政治 EK として起用されたものの、チームはなかなか勝利に恵まれず、 毎試合大量失点を喫するなど常に残留争いの過中にいたが最終節のクラブブルフヘ戦で無失点に抑える活躍を見せ逆転で昇格1年目となったリールセの一部残留に貢献したことでリールセのサポーターの選ぶチーム MVP に選出された2011年8月19日リーグ第4節ゲルミナルベールショット戦で一部の ゲルミナルサポーターが川島に対し、川島、福島、と同年3月11日に発生した福島第一原発事故に絡めたヤジを飛ばしたため、これに激行した川島が相手サポーターと審判にも抗議し、試合が一時中断する騒動が起こった。これに対し、リールセはベルギーザッカー協会に抗議し、 騒動を起こしたゲルミナルは公式 HP に日本語で謝罪文を掲載し、9月にはゲルミナルのファノペン会長が直接川島に謝罪した。10月14日よりリールセの首相に任命された。2011から12シーズンはリーグカップ戦全36試合にフル出場し、毎シーズンリーグワーストであった失点数も劇的に減るなど、 守備のようとして2年連続での断流に貢献し、2期連続でチーム MVP に選出された。2012年7月17日、ジュピラーリーグ4位のスタンダールリエージュと3年契約を結び、同クラブへの完全移籍が発表された。2012から13シーズンは移籍1年目ながらリーグ戦全試合にフル出場した。 2014から15シーズンはシーズン中盤からレギュラーを外れた。2015年5月23日、スタンダールリエージを退団することが発表された。2015年6月にスタンダールリエージを退団後は移籍先が決まらず、ベルギーのチームやイタリア2部のノバーラカルチョ、岡崎真嗣の所属するイングランドのレスターシティ FC などのチームの練習に参加したが、 契約にはつながらず、無所属の状態が続いた。また、無所属ということで、長年選出されてきた日本代表からも外された。10月には、フルスのスタンダールリエージュへ復帰する可能性があると報道されたが、11月3日に、スコットランドのダンディー・ユナイテッド FC と加入合意したことが発表され、12月29日に、正式に加入。所属チームが決まったこともあり、 2016年には代表復帰を果たした。降格危機にあるチームの救世主として期待され、第22節団 DFC 戦からミハウ・シュロムニクに代わって出場を続けたが、失点を減らすことはできず、2016年5月3日に降格が決定した。2016年8月、リーグアンの FC メスへの移籍が発表された。しかし、 クラブの公式ホームページで、川島は第3次 k を務めると発表され、スタメン出場が確約されない厳しい状態であると報道された。実戦から遠ざかっていることもあり、日本代表のスタメンを西川周作に奪われることとなったが、監督のバヒド・ハリルホージッチからは、彼がプレーするかどうかはまた別問題だが、経験のある選手の一人であるため、 期待していると評価されている。年が明けた2017年1月8日、クープ・ドゥ・フランスの RC、ランス戦で移籍後初出場したがチームは0から2で、敗れた。4月18日、第31節のパリ・サンジェルマン戦でリーグ戦デビューを果たした。5月14日、第37節のトゥールーズ FC 戦では PK をストップして、フランスの有力紙で、 ベスト11に選出された。最終的には、第 3GK として加入した2016から17シーズンだったが、チームの第 1GK となり、代表でも、正 GK として、ポジションを奪い返した。2018年1月27日に行われた、アグックニース戦では PK を止めて、デビューから3連続で PK を止めた。これは、リーグアンの過去10年間で、 初めての記録だった。シーズン通してスタメンとして出場するもチームは低迷し二部に降格した。シーズン終了後に契約満了により退団。W 杯後も長らく無所属が続いていたが、2018年8月30日に1年契約での RC ストラスブールへの加入が発表された。チームにはベルギー代表のマッツヘルスや、 フランス U-21 代表のビングルカマラが所属していることもあり、第三次 EK としての立場となった。2019年3月30日、大会を通して出場はなく、決勝戦もベンチ入りはできなかったものの、チームは14年ぶりにクープドゥラリーグを制覇し、川島にとって初のクラブタイトルとなった。5月24日、最終節の FC。 なんと戦で遺跡後初出場を果たした。7月にストラスブールと新たに2年契約を結んだ。2020年8月23日、政治家セルスがアキレス腱断裂の重傷第二次イカマラが新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示したこともあり、リーグアン開幕説の FC ロリアン戦ではスタメン出場を果たした。カマラの復帰後はしばらく、 ベンチスタートであったが、第11節、モンペリエ HSC 戦で9試合ぶりにスタメンに抜擢され、第30節 RC、ランス戦まで20試合連続で先発出場を果たした。セルスが新型コロナウイルス感染により欠場したことで、第37節ワグックニース戦からは再び、スタメンに復帰しに試合負けなしで、チームの残留に貢献した。最終的に、 チームの GK ではトップの24試合に出場、クリーンシート8回、失点31と安定した成績を残した。2002年、AFC ユース選手権に出場する U-19 日本代表に選出され、不動のレギュラーとして活躍。特に準決勝のウズベキスタン戦では、PK 戦で2本止めるなどの活躍を見せた。2003年12月に行われた。 フィファワールドユース選手権でも、イングランド戦、エジプト戦で、数々の好成部を見せ、チームのベスト8進出に貢献した。2006年2月14日には、山岸の弘、林昭弘らと共に、フル代表候補合宿に初招集され、3月19日には、ペルー戦以降ベンチ入りし、AFC アジアカップ2007でもメンバーに選ばれた。2008年2月17日、 東アジアサッカー選手権、大北朝鮮戦で、フル代表デビューを果たした。しかし、川崎のチームメイトである、ペイ・ハルト氏にゴールを決められるデビューとなった。2008年になると、川口農活の不振により、奈良崎が、聖書五神に据えられるようになった。また、川口、奈良崎の不在時は主に、鈴木竜太が起用されたため、この頃は代表でのスタメン機会には恵まれなかった。 2010年5月30日の FIFA フフワールドカップ南アフリカ大会前のテストマッチ対イングランド戦では敗れたもののフランクランパードの PK を阻止するなど競合相手に高セーブを連発する活躍を見せ奈良先に代わり本大会での政治系の座を獲得した本大会ではグループリーグ全3試合に出場当時テストマッチ全敗ということもあり 全評判は低かったものの、初戦のカメルーンで、本田圭佑の決勝点を守りきり無失点で、勝利すると、続く、オランダ戦では、敗れたものの、ウェズレイ・スナイデルのスーパーゴールによる1失点に抑え、続く、デンマーク戦で勝利を収め、海外開催のワールドカップでは、初となる、決勝トーナメント進出を果たした。グループリーグは2失点という活躍で、 グループリーグ突破に貢献した。決勝トーナメント1回戦のパラグアイ戦では、延長戦にもつれ込み120分間無失点に、抑えたが、0-0のまま PK 戦となり、PK 戦では5本すべて決められ敗れた。2011年に開催された、アジアカップでも、政治 EK として起用されるものの、グループリーグ第2戦シリア戦では不可解な判定で、退場し、 準々決勝のカタール代表戦でもに失点するなど、出来が危ぶまれた。しかし、準決勝の韓国戦の PK 戦では、相手のシュートを2本止め、決勝のオーストラリア戦では、多くの好セーブを見せて、無失点に抑え、マン・オブ・ザ・マッチに選出される活躍で、日本代表の2大会ぶりの優勝に貢献した。2014年6月に開催された 2014FIFA ワールドカップでは、 日本代表史上初めて背番号1をつけて試合に出場した。2大会連続で全試合フル出場したがチームは一生も上げられずグループリーグで敗退した。2016年6月3日に行われたブルガリア戦で約1年ぶりに日本代表として試合に出場し2失点はしたものの試合終了間際の PK を止める活躍を見せた。2018年5月 2018FIFA ワールドカップの出場メンバーに選出され、自身3度目のワールドカップ代表入りを果たした。グループリーグ初戦のコロンビア戦では、金テロの弾道の低い FK を止められず、失点した。第2戦のセネガル戦では、ボールをセネガルのサディオマネがいるところにパンチング、そのボールがマネに当たりそのままゴールしてしまうというミスを犯し、批判の的となった。 控えの東口淳翔や中村康介を押す声も出たが、日本代表監督の西野郎が、ベテランの川島を信頼し、第3戦のポーランド戦では、キャプテンマークを巻いて出場し、カミル・グロシツキの決定的なヘディングシュートを、ゴールライン上、右手一本でストップする、ビッグセーブを見せるなど活躍。決勝トーナメント1回戦のベルギー戦では、数度の攻守も見せた一方で、 フェルトンゲンに決められたヘディングは、ポジションミスが原因という見解もあり、激闘の末、後半アディショナルタイムに失点し2から3で敗れ、ベスト16という結果で終えた。3大会で W 杯11試合出場は、長友優と、長谷部誠と並び日本人最多出場となった。ミスで失点してしまうという点から批判されていたが、スポーツのデータ分析を手掛ける、 オプティによると7月6日までのロシア W 杯の GK セーブリッランキングで3位にランクインしている。2019年6月、東京五輪世代中心で構成されたコパアメリカ2019のメンバーに選出された。初戦は東京五輪世代の大阪圭介がスタメンに抜擢されるも、第2戦のウルグアイ戦でスタメン出場し、エディンソン・カバーニとの1対1で、 ビッグセーブを見せるなど1年ぶりの代表戦で活躍。第3戦のエクアドル戦でもゴールマウスを守るモチームはグループリーグ敗退となった。2018FIFA ワールドカップにて、川島は1 8 5トルと GK としては平均的な身長だが、ケーシも長身であり、兄は1 8 3トル姉は1 7 3トルあるとのこと。 川崎に在籍していた2010年6月までは J リーグ選手協会副会長を務めていた。2011年には殺虫剤メーカー、フマキラーの花粉対策商品、アレルシャット花粉花でブロック CM キャラクターを務めた。2013年には JAL カードの CM キャラクターを務めている。2014年9月10日、ブログにて一般女性と結婚したことを発表した。 2015年12月3日、第一師団辞誕生。2020年6月1日、インスタグラムにて、第二師常辞誕生を報告した。海外のクラブに移籍する前から、下準備として日々英語、イタリア語、ポルトガル語などを勉強していた。2010年7月のリールセスケイクラブハウスでの会見ではオランダ語と英語で挨拶をした上、英語の質問に英語で答えており、 本人も英語でコミュニケーションが取れるので問題ないと語っている。ポルトガル語は川崎通訳の中山和也によれば通訳を通さなくても会話できるレベルである。長井健介がスタンダールリエージュに加入する際の会見では通訳を務めた。報道ステーションのインタビューでは英語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語は日常会話レベルで話せ、オランダ語、 フランス語を勉強中と語った。語学の重要性について、キーパーは喋れないと難しい。DF に指示を出さないといけない。自分も主張できるようにならないとと述べている。PK 阻止を得意としている。日本代表の政治意見をつかむきっかけとなった2010年、国際親善試合のイングランド戦での、フランクランパードの PK や 2010FIFA ワールドカップの、 デンマーク戦での4ダールトマソンの PK ストップ、2011アジアカップ準決勝韓国戦の PK 戦2人、連続ストップなどがある。2016年に A 放送局スカイスポーツが制作した欧州5大リーグでプレーする GK を対象に PK 阻止率のランキングでは、川島は34位にランクインしている。2017年11月10日に行われた、 新前試合ブラジル戦でも試合中2度あったネイマールの PK を一度止めており2016年6月から2017年11月までの過去1年半の PK 阻止率は83.3%であった。また2018年1月27日に行われたリーグアン第23節のアグックニース戦ではマリオ・バルテリーの PK を止めた。こぼれ玉を決められたものの PK ストップ扱いとなり、スポーツに関する様々なデータを配信している。オプティによると、10年間以上のリーグ案において、最初の PK3 本を阻止した初の GK になったと伝えている。2020年4月、イギリスメディアの選ぶ21世紀の日本代表ベスト11に選出された。その他の国際公式戦、ありがとうございます。